皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。今日も元気につないでいきたいと思います。今日チャレンジする一曲はじゃが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 じゃん、1977年の6月の25日にリリースされました松山千春さん2枚目のシングル風車の B 面に入っている銀の雨にチャレンジしてみたいと思います。はい、ね、松山千春さんといえば那須塩原市にありますげんこつラーメンに行くと必ずね松山千春さんの音楽がかかっていて、ご主人もそっくりでねはい、で今日はですね松かなげんこつラーメンで美味しい美味しいネギチャーシューラーメンを食べてきました。ね、美味しかった。そしてねいつもねおじさんとのねトークね楽しんで、でもう常連さんのお客さんにもね松かなちゃん応援してあげてってね言ってくれて本当にありがたいです、ね、今年も元気に松山千春さんの歌を歌ってみたいと思います。銀の雨という曲なんですけれども、げんこつラーメンの常連さんのちっちゃいお客様がいて、何歳って言ったかな、小学生の女の子がこの銀の雨が好きだっていうことを言ってたらしくて、そこから聞くようになったんですけれども、すごいですよね、1977年ですよねえ、たくさんの人に愛されていますね。こちらの曲は藤あや子さんにリリース、藤あや子さんにカバーされていますね。藤あや子さんがカバーしてますね。聞けるかな、ちょっと頑張って歌ってみたいと思います。聞いてください、銀の雨あ
ありがとうございました。マツカナチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。いやー、いい曲ですね、松山千春さんね。なんかもうほんと聞くとね、あのげんこつラーメンのね、美味しいラーメンの味も一緒に思い出すというね。いつまでも元気で頑張ってください。はい、最後に宣伝です。4月の24日に生配信ライブがあります。もうこれを出す頃には終わってるかもしれないな、どうだろうあとですね、5月の14日がですね、道の駅、UI の森にてヒストリックカーミーティングという車と、音楽のコラボイベントがございます。9時から2時までやっていますので、よかったら見に来てください。松かなは9時45分から歌う予定になっております。そして6月の4日、日曜日はですね、子ども体験フェスということで、黒磯駅前の交流センタークルルにて、10時から4時まで、体験イベントをやっていますので、無料で参加できますので、よかったら皆様遊びに来ていただければと思います。松かなは3時から3時45分の音楽ステージイベントを担当させていただきます。いやー、やっとねイベントも増えてきて嬉しい限りですね。体に気をつけながら元気に過ごしていきましょう。それでは明日も松かなチャンネルでお待ちしています。また明日、またねー、バイバイ。